こんにちは皆さん、今日はですねまた週末ということでスーパーセーフウェイというところに行ってきて買い物しました。で今日は日本人の友達2人と行ってすごい楽しかったです。1時間ぐらい買い物してました。では今日買ってきたものを紹介したいと思います。バリーラスパゲッティライト、バリーラのスパゲッティですね。でこちらスパゲッティが 1.25 ドルです。で2人が来た去年の時、2人の日本人留学生が去年来てるんですけど、その時は安い時は1個1ドルとなっていたらしいので、まあ 0.25 上がってるんですけど、まあスパゲッティたくさん食べれるんでいいかなと思って買いました。カードですね、誕生日カードを買いました。でこれは僕の台湾にいる、大事な大事な友達に送りたいなと思って買いました。であとポークショルダー、初めてこうなんかトレー、なんていうんですか、このトレーっていうんですか、これトレーが白のやつを見て、でこれがポークショルダーですね。ポークショルダーが 1.74 でした。安かったです。サーモンですね。サーモンもちっちゃいですけど 3.45 ドルのやつが半額で 1.74 ドルで買いました。サーモンはもうハマってるんで毎回買いますね。でも日本の鮭とはちょっと味が違うので、やっぱり日本の鮭が恋しいです。バナナですね、6本入りで、なんかバナナ全体的に小さくなってました。季節なんでしょうか。でちょっともうダメージが入ってます。これで 1.59 です。あと初めて買ったんですけどレモンです。レモン、最初レモン汁みたいなのを買おうかと思ったんですけど、もうこのままレモンを買いました。アメリカのレモンです。1個 0.50 です。安いですね。50円ぐらいです。で次に買ったのがこれも初めて買いました。アメリカのベルペッパー。ベルペッパーって何かというとですね、これまああれですね、ここ見たら分かると思うんですが、ピーマンです。でもアメリカのピーマンは日本のピーマンちょっと形が違って、こういうベルの形をしています。でベルペッパーと呼ばれています。でベルペッパーがちょっと高くて、まあ大きいですけどね。これで1ドルします。これです。では次いきます。グリーンオニオンズ、ネギですね。ネギのことです。でこのネギですけど、2束入ってます。結構いっぱい入ってます。2束入って2ドルです。これはですね、僕の友達のその日本人の方が刻んで冷凍しとくとすぐ使えるよって言われて、今までネギ何回も買っても腐らしてたんですけど、これから腐らせないようにしていきたいなと思いました。あとこれも、まあ、初めてじゃないですけど、これは2回目ですかね、買いました。エッグプラント、もうこれもまあ見てわかるようにでかいですよね。もう意味がわかんないぐらいでかくて、で一応こう買うときにジャパニーズエッグプラントっての名前であったんですけど、それは置いてなくてこの大きい方買いました。でこれは 1.50 です。ジャパニーズエッグプラントが特殊なのかなと逆に思いました。多分世界の認識はこれ、エッグプラントはこの大きさなみたいですね。で次、まあ、これは初めて買いましたね。前買った時になかったんですけど、キムチです。結構ずっしりしてますね。ずっしりこれだけ入ってて 4.99 ドル。まあ確かにアジアマートとかに行った方が絶対美味しいとは思うんですけど、もう食べたくてキムチ買いました。豚キムチが最近のハマり料理です。であとはもう買いましたね、アメリカ、4つくらい前の動画にあげたと思うんですけど、アメリカ人になったっていうこのサラダです。こんだけ入って5ドルです。でこれなんで買ったかというとですね、このサラダも何種類かあって、これはですねスプリングミックスオーガニックってやつで、この前買ったのはハーフ&ハーフってやつで、何がハーフ&ハーフかよくわかんないんですけど、ちょっと多分見た目ほぼ一緒ですけど違うんだと思うので買ってみました。で今回の合計が 26.65 ドル、まあ約3000円ですね。まあどうでしょうか、まあアメリカの物価は今円安なのでちょっと高く感じますけども、まあこんな感じで僕は生活してます。なので大体1月に120ドルぐらいですかね、平均的に言うと。もうちょっとかかってるかな、150ドルぐらいの食費かかってます。で日本の下宿生とか料理住んでる人はどのぐらい1ヶ月にご飯代出してるかよくわかんないですけど、多分2万円ぐらいですか、2、3万円ぐらいですかね。だからこっちの方、自炊の方が安いのかなとちょっと思いました。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録の方、この赤いボタンを押してもらってよろしくお願いします。まあ、これからもアメリカの動画をたくさん上げていこうと思うので、もし何かこういう動画を上げてほしいっていう希望があればよろしくお願いします。それではまた。